じゃあ今日は、丸亀製麺に行ってみたいと思います。降りるほどじゃなくない？今日は丸亀製麺に行きました。バリアフリーでは、入り口のところに段差あるのですが、ステージを乗り越えられるぐらいの段差があったので、入り口は大丈夫だと思います。ただし、入ってから、坂があるので、坂を登りながら、トッピングを取らなきゃいけないので、そこは、ちょっと工夫が必要かなと思います。でも、その隣にお盆を置けるので、お盆を置きながら取るのは、一番いい方法かなと思ってます。あとは出口に3段ぐらい段差があるので、そこは人に手伝ってもらわないときついかなって感じました。大丈夫です。あと味はとても美味しかったです。はい。